もしもし、そちらは先日のアイドルとの電話特典に応募された方でお間違いないでしょうかお間違いないですね。<laughs> この度は電話特典への応募ありがとうございます。お気づきの通りかと思われますが、当選されたことをお知らせします。おめでとうございます。今回の電話特典ですが、より親近感を感じてもらいたいので、 砕けた言葉遣いでお話ししてもよろしいでしょうか <laughs> ありがとう。私もファンのみんなとはより近い距離でいたいから嬉しい。まず、今の君の気持ちを聞いてみたいな。私と電話で話してるってどんな気分 <laughs> そっか、嬉しいか。そんなこと思ってもらえて私も嬉しいな。ファンの人と、 こんなにしっかり話すことになるってドキドキするけどその分ワクワクもしてるの私もねファンの人と直接っていうのかわからないけど特別な感じでお話できるって素敵だなって思うんだ最初にこの企画の話をマネージャーさんから聞いた時にこれだって思ったもん本当は 直接会ってお話しするのが一番君も嬉しいとは思うんだけど、そういうのって危ないんだってさ。握手会みたいなら警備の人も守りやすいけど、二人きりっていうのじゃ事件も起こりかねないって。でも、聞いてみたいんだけど、もし私と一日好きなことができるとしたら、君は何がしたいって思うかな <laughs> うん。 そっか。私相手じゃ緊張しちゃって何にもできないタイプなんだ。<laughs> なんか私もそういうことを思われちゃうところまで来ちゃったんだね。それはそれで意外だったけど嬉しいな。でもよく考えたら私もそうかも。私も子供の頃に好きだったアーティストさんがいたけどその人と会うとか考えただけで緊張しちゃうもん。 一緒にカラオケとか行って本人の前で歌おうとか怖すぎるよ。君も私が一緒だったらいつも通り一曲目から私たちの曲なんて入れられないでしょあ、それとも私が歌っちゃう <laughs> そしたらすごいね。たった一人自分のために歌を披露だなんてしてくれたら一生の思い出になっちゃう。あと、 歌とかじゃなくても、プレゼントなんてもらったら、一生捨てられないだろうね。君は、私から何かもらえるとしたら、欲しいものとかあったりするあ、うーん、サインとかじゃなくて、彼女からのプレゼント、みたいな感覚でさ。あー、例えば、物じゃなくなってくるけど、<laughs> 手料理とかいいと思わない アクセサリーとかはそもそもおしゃれに興味あるかどうかの問題があるけど料理なら誰だって食べるわけだしそれにアイドルの手料理が食べられるなんて相当レアだよおうちで作ってあげるってなったらなんだか結婚した気分になれてこれ以上ないプレゼントになると思うんだえ私の料理の腕前 <laughs> 心配無用。基本的に毎日作ってるから。最高にうまいかはわからないけど、満足はさせてあげられるはずだよ。それこそ、君の好きなオムライスだって作れちゃうし。はあ、なんだかこうやって話してると、本当に作りに行くみたいだね。でも、その方がいいのかな。だって、 君って最近、コンビニ弁当だとかカップ麺だとか、そういうのが多いでしょやっぱり体にいいもの食べないとダメだよあんまり野菜とかも取ってないみたいだし、心配になっちゃう。え私なんか変なこと言っちゃったああ、そっか。普通アイドルって、ファンの好みとか生活とか知ってるはずないか。 うんうん。そんな、ファンみんなのことを調べられるほど、アイドルは暇じゃないもん。もちろん、君だけだよ。だって、君は私にとって、特別なファンだから。去年の週刊誌騒動のこと覚えてるちゃんと嘘だったってことで収まったけど、結構炎上しちゃったやつ。私さ、エゴサとかしちゃうくせに、くだらないバリ雑言も、 真面目に受け止めちゃうタイプで、この世界やめようかなって思ってた。あれ、君だよね。SNS で、ファンなら週刊誌よりも本人を信じろよって言ってたの。<laughs> たまたまかもしれないけど、影響力あるアカウントの人が拡散してて、ちょうどあのあたりから、きつい言葉も減ってきたような気がしたの。ううん。謙遜することなんてないよ。 その結果に感謝してるっていうのは少しはあるけれど、君が特別に思えた一番の理由じゃないから。誰も私のことなんか信じてくれないのに、一番に私を信じてくれた気がした。そりゃ、君はファンだから当然とか言うのかもしれないけど、あの時は本当にそう見えたの。君よりも熱のあるファンはたくさんいるけど、何があっても、 君だけは味方でいてくれそうな気がしたんだ。実際観察してみると、君って普通だけど思ってた通りのいい人だよね。みんなに優しくて癒してくれそうなところ惹かれちゃった。<laughs> 私以外の女にも優しくしてるのはちょっと嫌だけど。うん。だからね、私決めたんだ。君の彼女になるの。 ちょうどよかった。今回の応募企画君が応募してくれていくら君がファンだとしても何も言わずに勝手に私が彼女になってるのは君も怖いでしょあらかじめ電話でお話ができてこれですんなり一緒になれるよ君なら受け入れてくれるよね私のことを信じてくれてる私の一番のファンなんだもん アイドルじゃない、プライベートな私のことも、愛してくれるよね。ねえ、愛してくれるよね。もしもーし。おなんでだろう。何にも言ってくれないよ <laughs> でもいいか。それなら、直接お話聞かせてもらおうっと。今、君って、 お家にいるんだよね。ならよかった。今から私と大事なお話をしよう。お邪魔しまーす。